はい、じゃあお願いします。残りですね、キックボクシングがですね、パンチ、蹴りを、顔も OK なんですけども、一番ちょっと多分他の打撃の格闘技も違うのがですね、肘も OK なんですよね、顔に。アマチュアの試合とかでは肘はないんですけども、プロの試合とかになると肘使って相手を攻撃していいっていう感じになりますね。で、膝蹴りとかも OK になります。今日はちょっと防具の方がですねないので、軽めにこんな感じでやってます。はい、終わりです。ありがとうございます。